こんにちは、ストッカー塾の小でございます。今日の FX の相場解説なんですけども、昨日のね、講義にちょっと修正を加えるところができました。上限と下限、上程と下程を決めるためのポイントがありましたけども、それをね、ちょっとオーバーして、上の方に行ったんですけども、また下にグググッと下がりましたよね。この辺はね、こう修正案で新しいボックスを作る必要が出てきました。こういうふうにね、一度決めた視点も、これ変えなければならないとき、それはどういうときなのかってことを今日ね、お話しできたらなと思っております。それではね、画面を切り替えて持っていきましょうか。まずはデイリーの方からです。デイリーはですね、上昇する動きを止めましたね。ぐーっと上の方に N を書いていってたんですけども、ここで止まりましたよね。ちょっと横ばいに入ったところです。だからレンジが決まりやすいよってことなんですよね。で、さらにこれ上昇していくと私は思っていますけども、円安が止まらないような感じになってきましたね。はい。ガソリンがね、値段高いって言われますけどもね、いろんなものが値上がりするでしょうね、これからね。はい。じゃあ、ボックスを決めていきましょうか。まず、ここにボックスありますよね。で、二つ目のボックスなんですけども、ちょっと大きく見ると、ここになります。でも、ちょっとシビアに見ると、ここですよね。で、1時間ではこのシビアの方を見ていきます。1時間。昨日はね、上限がここ、下限がここみたいな感じで決めて、箱をこういう風に引くことをやったと思うんですけども、その理論でいくと、ここをブレイクしたんで、バイで入りましたよって言った後に、対してピップス取れずに潜っちゃったじゃないですか。ですんで私はね、ここで修正する必要があるなと思ってます。それは、下限は同じなんですけども、上限をここに引き当てなければなりません。で、ボックスはどういう風にかけるかっていうと、当然こういう風になりますよね。そうなると、ちょっとレンジの幅が広くなりましたんで、レンジ内でも売買ができるようになってきました。この間ね。ここでも売買ができますよ。これも今まで散々パラ申し上げてきたことですけども、真ん中にいるときはね、ちょっとわかりにくいんですけども、このあたりの水準ですよね。このあたりの水準に入ったら売で入る。このあたりの水準に入ったらセルで入るということで、往復ビンタで上でも下でも取っていけるって形ができます。これがレンジ戦略です。そしてもう一つなんですけども、このレンジのボックスをブレイクして、下に突き破っていった。要するに、この丸いところでね、バイで入るんだけども、ロスカットを食らっちゃったと。下の方に行って。ということは、こちらの方からレジ幅転換で大きく下の方に、セルの方に入り直せということなんですよね。で、上の方も一緒ですよ。この丸いところに当たったらセルで行きましょうって言ったんだけども、そのセルにエントリーしたら逆に倍の方に伸びていってね。で、結局ロスカット食らっちゃったってことは、レジサボ戦艦でその倍の方についていけばいいってことになります。ワンテンポ遅れますけどもね。ただ硬い投資方法ですよ、これが。はい、ということで、一旦決めたレンジの幅が、もしね、変わったようでしたら、このように修正案を取って、さらに大きく利益を上げていきます。で、この幅がね、ちっちゃくなる分にはレンジの幅変えなくてもいいんですけども、大きくなった場合は、きちんとレンジを組み直して、もう一回トライするってことになります。よろしかったでしょうか。今日は非常にまだ大事な講義になったと思いますんで、昨日と合わせてご補完ください。それでは、いってらっしゃい。